不審漂う背徳の館、今日も始まる最後の晩餐、身の毛もよだつ料理の数々、一人食い漁る女の笑顔、彼女の名前はバニカコンチータ、かつてこの世の美食を極めた、その果てに彼女が求めたのは究極にして至高の悪食い、そろそろお暇をもらえませんか、全く使えぬ奴らばかりね、食べなさい。